ハールブダン・ラグナルッソン、ハルダン・ラグナルソン、または、ハルフデネは、バイキングの指導者。865年以降、大異教軍を率いて、アングロサクソン人が支配するイングランドを蹂躙した。佐賀で伝えられるところでは、彼は、ラグナル・ロズブロークの息子の一人で、豪遊のビョルン、骨なしのイーバル、ジャノメのシグルズ、ウッパの兄弟であった。ハルブダン・ラグナルソンは、 最初のヨールビーク王となり、ダブリン王も兼ねた。877年、アイルランドでの勢力拡大の途上で、ストラングフォード湖の戦いで戦死した。ハールブダン率いる大威教軍は、865年に、イーストアングリア王国に侵攻した。佐賀によれば、大威教軍は865年に、ラグナル・ロズブロークを、 ヘビロウに入れて殺したノーサンブリア・オーアイラに対する復讐を期とした息子たちの軍勢であったというが、これが史実であるという証拠はない。アングロサクソン人側からは、この侵略者は一般にデーン人と呼ばれている。例外的1 0世紀の聖職者アッサーはドナウの人という表現を用いている。これはラテン語でデンマークを意味するダニアと混同してしまった結果だとされている。 865年の秋、大儀教軍は、イーストアングリアに上陸して越冬するとともに、イーストアングリア王に馬を差し出させた。翌年、大儀教軍は、北のノーサンブリアへ向かった。当時のサンブリアは、アエラとオスバートの間で内乱が起きていた。866年後半、大儀教軍は、ノーサンブリアのヨークなど重要地域を征服した。 翌年、アイラとオスバートは手を組んで、ヨークからバイキングを追い出そうとしたが惨敗し、両人とも戦死した。ノーサンブリア内の抵抗勢力は潰され、大異教軍を維持するための調税役として、カイラ王エグバート一世が擁立された。この年の後半、大異教軍は南下して、マーシア王国に侵攻し、ノッティンガムを占領して越冬した。マーシア王ブルグレットは、ウェセックス王。 エゼルレッドと同盟して、ノッティンガムを包囲したが成功せず、デーン人ンと和平を結んで、ヨークに追い返した。大儀教軍はヨークで越冬し、新たな侵略に向けて、体制を立て直した。彼らは869年に、イーストアングリアに引き返した。今度はこの地を完全に征服するのが目的だった。大儀教軍は、セットフォードを攻略し、越冬した。 イーストアングリア軍は大異教軍に抵抗したが、敗北し、エドマンド王は捕らえられて虐殺された。後のイングランドでは、エドマンドは、デーエン人ンのキリスト教貴教要求を拒否して殺された、殉教者とみなされ、聖人となった。この事件については、骨なしのイーバルト、ウッパが大異教軍の指導者で、エドマンドを殺した人物として記録されており、 ハールブダンがどのように関わっていたかは不明である。イーストアングリア征服後の870年から骨なしのイーバルは大異教軍を抜けて記録から姿を消す。彼をダブリンオーイーマルと同一視する研究者もいる。大異教軍の中心人物となったハールブダンは870年にウェセックスに侵攻した。イーバルが大異教軍を抜けてからしばらくして スカンディナビアからやってきたバイセジュ率いる大勢のバイキングが大異教軍に合流した。アングロサクソン年代記によれば、大異教軍とウェセックス王国は871年の間にアッシュダウンの戦いなど9回もの戦闘を繰り広げた。そのほとんどでバイキングが勝利したものの、彼らはアルフレットを滅ぼすことができず、最終的にアルフレットと停戦を結んだ。大教軍は、 ロンドンに撤退し、871年から872年の冬を越した。この時代に発行された硬貨には、軍団の指導者として、アールブダンの名が刻まれている。872年の秋、大一教軍は、ノーサンブリアに戻り、カイラウエグバート一世に対する反乱を、鎮圧した。ただ、この軌道の説明については、疑問が呈されており、 むしろマーシアでの戦いの結果であったとする説もある。どちらにせよ、大異教軍は872年の冬をトークシーで、873年の冬をレプトンで越した。874年にはマーシア王国を征服し、ブルグレットを追放して、傀儡王チェオールフ二世を大いにつけた。ここで大異教軍は二手に分かれた。半分はグズルムにいられて、 ウェセックス王国に対する戦争を継続したのに対し、ハール・ブダンはもう半分を率いて北上し、スコットランドのピクト人やストラスクライド王国のブリトン人と戦った。ウルスター年代域によれば、875年にダブリン王エースティ・ン・オーラーブスソンがアルバンという人物に暴殺された。このアルバンは一般にハール・ブダンのことであるとされている。 兄のイーバールが873年までダブリンを治めていたとすれば、このハールブダンの行動は、兄の死により喪失した王国の奪回であったとも言える。しかしハールブダンは、アイルランドにとどまらず、876年には、軍勢を率いて、ノーサンブリアに戻り、かつてのデーラ王国に匹敵する、南ノーサンブリア地域に定住した。北ノーサンブリアでは、 アングロサクソン人による支配地域が残った。876年からは、ハールブダンをヨールビーク王と呼んでいる文献もある。しかし多くにいる間に、ハールブダンはダブリンを失った。彼は877年にアイルランドに戻り、ダブリンを再占領しようとしたが、ここで彼ら、暗黒の異教徒たちは、公正な異教徒たちの抵抗にあった。公正な異教徒とは、 より以前からアイルランドに住み着いていたバイキングの一段のことだと考えられている。両者はストラングフォード湖の戦いで衝突し、ハールブダンは戦死した。ハールブダン敗下で生き残った者はノーサンブリアやスコットランドに向かい、ここでピクトーコンスタンティン一世と戦い殺した。ノーサンブリアのバイキングはしばらく王をいただかない時期を経て883年にグスフリーズが 王とされた。ハール・ブダンと兄弟たちは実在の人物と考えられているが、その父親については意見が分かれている。ヒルダ・エリス・デービッドソンは、1979年の著作で、近年の一部の学者たちは、ラグナル・ロズ・ブロークの物語の一部は史実をもとにしたものだと考えるようになってきていると述べている。一方、キャサリン・ホルマンは、ラグナルの息子が、 歴史上の人物だったとしても、ラグナル自身が実在したとする証拠はなく、おそらくいくつかのモデルに完全な文学的創作を組み合わせて作り出された人物だろうと結論づけている。ありがとうございます。